物の余る私たちの暮らしの一方で、世界では多くの子供たちが危機的状況に瀕しています。何かおかしい、変だと思っていても一人ではなかなか動けない。でも気がついていたのに何もしなかったでは悔しくありませんか。この状況を変えるにはあなたの声が必要です。洗練された美を追求するプロジェクト、それがマイスタイルマイウェイ。プロのレクチャーを受け美を競うのはこの4人の女性。最もスタイリッシュに変身を遂げるのは果たして誰なのか。ファッションの本場ニューヨークで美のレクチャーを受けられるのは1人。優勝者を決めるのはあなたです。今回のターゲットは人気読者モデル秋山。そんな彼女の過激な新事実とは。そしてモデルカップルの意外な夜の悩みが発覚。秋山と新恋人の夜の生活が明らかに。モバイルキュートで定期券や新幹線特急券を利用するにはクレジットカードの登録が必要です。そこでキュートカードがおすすめ。年会費1000円が当面無料になるほか、チャージやクレジットでのお買い物でポイントを貯めると再びモバイルキュートへチャージすることができるのです。ピラメキーノ始まるぞ。今日のピラメキーノは小学生の切実な悩みを弁護士が解決。今回は子役8人恋物語で大波乱、悔し涙の男子に女子の心が揺れ動く、必見よ。オフィスで、外出先で、公園で、お気に入りのドリンクを飲み頃温度で楽しむこと。保温・保冷に優れたボトルを使うから資源を無駄にしない。お財布にもちょっと優しいエコロジー&エコノミー習慣、あなたもマイボトル始めませんか。最近は、1年間ぐらい毎日ブログを欠かさず更新しております。日々の日常のくだらないことを随時垂れ流しておりますので、ぜひご覧になってみてください。ブログ.水沢文江.netです。